大阪桐蔭、西谷浩一監督、左、のチェックを受けながらブルペンで投球練習をするエース柿木連、撮影、上田博史、より小さいアイフレーム SRC イコール、トゥス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールボールドットハイスクール、エリアイコールレクタングルドット INNEWS、AAMSZ イコール 300X250、ENCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、N、O、スペースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージン薄イコール、0、ウィズイコール、300、ハイトイコール、600、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きいより小さい、アイフレームより大きい史上3校目の春連覇を目指す大阪桐蔭が、3日の準決勝、三重戦に向けて2日、大阪、大東市の同校グラウンドで練習を行った。西谷浩一監督、48、は、もう明日が決勝戦のつもりで、もし明日勝てたら明後日も決勝戦という気持ちで臨みます、と必勝を誓った。今大会は、打倒大阪桐蔭を掲げるチームも多く、西谷監督は、今年は異常な蔵、言われるので、全部、智弁和歌山の高島先生のせいだと思います。笑い。一つのターゲットにしやすいと思うので、そういうものに勝っていかないといけない。ここまで言われたことはないので、それも含めて戦いだと思います。昨年王者として覚悟を持って挑むつもりだ。妻も驚き、折れない男のエネルギー。まずは980円でお試し、嘘だろ、中性脂肪が、特報1日1本続けて驚愕の結果42歳女が、長崎の生姜シロップを飲むと、すごい。お尻が、あなたのお家、今いくら、まずは概算価格をチェック、飲むコム、スポンサード、酒蔵探訪機、新潟の酒蔵紹介より小さいアイフレーム SRC イコール、トゥス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールオーダー、エリアイコールパブ01、AAMSZ イコール12、10X120 ENCJP イコール UTF8 ノレシゼスクローリングイコールノースペースイコール0スペースイコール0フレームボーダーイコール0マージンハイトイコール0マージン薄イコール0ウィズイコール120ハイトイコール120アラウトランスペアレンシーイコールトゥルーより大きいより小さいアイフレームより大きい関連キーワードで検索選抜大阪桐蔭西谷浩一